どうもこんにちは、篠原です。今回は評論文のテーマとして哲学、これについてちょっと喋りたい。哲学ね、まあ哲学って聞くとなんかこうややこいみたいな、何言ってるかわかんねえみたいな、そういうイメージあると思うけど、実際何書いてるかわかんない。僕もわからん。僕哲学者の書いた本を読んだんだけどさっぱりわからないね。もうあれ金ドブに捨てたのと同じですよ哲学者の本買った分だけ。でも何書いてるか僕もわかんないし、みんなもわかんないと思ってるってことは、誰が読んでもわけわかんねえなと思ってるわけ。みんなはその何書いてるかわかんねえなと思ってる受験生の中でちょっとだけわかるって思ってくれたらそれでいいの。だからあんまり怖がらずに、どうせみんなわかんねえしと思って気楽に読んでほしい。まず押さえておいてほしいのは、哲学には大きな考え方の流れが2つある。1つが古代中世のものの考え方、そして近代現代のものの考え方、この2つがあるってことを押さえてほしい。まず古代中世の昔のものの考え方、昔はどういうふうにものを考えてたかっていうと、人間は理屈で動くか感情で動くかっていうものの考え方であったり、世の中には物体しかないんだっていう考え方と、世の中には意識しかないんだっていう唯物論、唯心論っていう考え方だったり、要するに何かと何かを比較してたんだよね。比較、比べてた。人ってのは理屈で動くのか、それとも心で動くのかっていうことだったりとか、とにかく何かと何かを比べたがってたんだよね。ところがこれがまあ昔だけど新しくなって近代になって何が変わったかっていうと、一つの新しいものの見方ができたんだよね。弁証法っていうものの見方ができた。これ弁証法っていうと難しく聞こえると思うんだけど、実際は単純なことです。キノコの里とタケノコの山、キノコとタケノコ2つあると。でこの2つっていうのは喧嘩してた。どっちがうまいんだ、いやキノコがうまい、いやタケノコの方がおいしい、そういう風に喧嘩してたんだけど、弁証法でどっちもいいとこ取ろうよと。どっちもいいとこ取って、じゃあノコノコの村っていうのを作ろうと、ノコ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 の村っていうのを作ろうと、こんな感じでどっちもいいとこ取りしようぜっていうのが弁証法。人間は理屈のみで動く、人間は心のみで動く、いやいやそうじゃないでしょ、理屈で動くこともあれば心で動くこともあるじゃないかと、そういうふうに両方のいいとこ取り、両方をこうくっつけるっていうのが弁証法。難しい言葉で言うとアウフヘーベンっていうんだけど、アウフヘーベンっていうふうになって、今までの A or B、 All or Nothing の考え方、から新しい考え方に近代変わったんだよね。例えば実存主義、実存主義って何かっていうと、今までは人生とは何かって考えた時に、何か理想があるんだと、理想があってその理想の世界に向けて僕たちは歩んでるんだっていう考え方が昔はあったんだよね。キリスト教でいうと神様がいると、で聖書にこう生きなさいって書いてある、でその聖書の生き方同意してたら天国に行けるみたいな、そういう風な考え方が昔はあったけど、実はそうじゃないんじゃないかと。人生っていうのはあっちにフラフラ、こっちにフラフラしていくと、でそう迷いながらそれでも歩んでいった道のりこそが人生なのであって、本当の正解となる模範解答みたいな人生なんてありえないんじゃないかっていう考え方が実存主義。もう一個が構造主義。構造主義って何かっていうと、人間ってのは自由に物事を発想しているようであって、その実決められたようにしか考えられないんじゃないかっていうものの考え方。イラストレーターの特訓方法として、本を丸写しする、本をこう見開きの本、こういう本をこう立てといて、でこの本をそのまま写すっていう方法があるんだって。ただし逆向きね、普通の見る向きじゃなくて逆向きにして、でそれをそのまま模写するっていうイラストレーターの特訓方法があるんだって。なんでかっていうと、人間って無意識のうちにこうやって見たらあって書いてる風に思うじゃん。これを壊してほしいと。この文字そのものを見るためにあえて逆にして見慣れない形にしてそれを写すっていう方法があるらしい。人間はあって書いてあったらそれを後しか読めないんだと。でも
本当はそうじゃないと思ってるんだよ。人間ってのは自由に物事を発想して自由にあという文字を見てるようであって、その実もともとあっていう先入観が入ってるから、それに基づいて文字を読むしかないんだっていう考え方が構造主義。さらに虚無主義、虚無主義っていうのもある。虚無主義と虚無主義って何かっていうと、どうせ俺なんて、俺の人生なんてちぎあくたのようなもんだと、人の人生なんて意味がないし、例えばなんで服を着ないといけないのと、あんなもん服なんて脱ぎ捨てて外行けばいいじゃんとか、なんでそもそも言葉なんて喋らないといけないの、人とコミュニケーション取る、そんなんいらねえよ、俺は一人で生きていけるしとか、そもそもこのあっていうのはあではないんじゃないか、そんなものは大人が勝手に押し付けたものの読み方、こういう模様の読み方であって何の意味もないものなんじゃないかとか、まあそんな感じで物事の真羅万象全てを疑ってかかる、そして全てに意味がないっていう、そういうものの考え方を虚無主義、ニヒリズムっていう風に言う。まあこれまでいろいろ言ってきたけど、何が言いたいかっていうと、今まではこれとこれを比べてでこう思うみたいな、そういう話だったんだけど、そうじゃない、オールはナッシングじゃなくて、僕はこう思うっていう風にいろんなものの考え方を哲学者ごとにしだしたわけ。一個一個の主義がどういう主義か、どういう内容かっていうことまで正確に把握しておく必要はそんなにないと思う。ただし覚えておいてほしいのは、今までの考え方 A と B を比較するっていう考え方から全然違う考え方がポンポコポンポコ出てきたんだぜっていうことを覚えておけば OK。ということで、まあ難しい話だったけど、人生をどう生きるかみたいなことを真剣に悩んだ人たちが必死こいて人生かけて思いついた考え方だから、まあ理解してあげる努力はしてあげて。ニーチェっていう人がこの虚無主義を思いついたんだけど、ニーチェなんかね、この虚無主義を主張して死んじゃったからね、発狂して狂っちゃって。まあ人の人生がかかってると思って、このものの見方っていうのをちょっとね覚えてあげてください。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。